は、皆さんこんにちは、マリオ高野でございます。今回ですね、この群馬県のスバルの聖地、群馬県の太田市イオンモール太田の方でですね、スバル大商談会と展示商談会ということでですね、この地元の、ディーラーの、富士スバルさん主催のですねイベントが開催されております。で、そこにですねこの富士スバルさんのねオリジナルの限定車 TC380、 こちらがですね展示をされていると。ざっくりと簡単に申し上げると、富士スバルさんの、オリジナルの限定車で、世界の荒井俊博さんの監修のもとに荒井モータースポーツの方でチューニングをするという、具体的にはですね、エンジンを、パワーアップをしているということ で、 で足回りやエアロパーツに関しては最低限というか、ノーマルにほぼ近いということで、とにかくこの EJ20 ですね、この最後世代の EJ20 の思いっきり気持ちよくして、もう荒井さんがですね、荒井選手がですね、もう EJ20 を愛する皆さんにもう最高の EJ20 を届けたいというような思いでですね監修をされた車ということでですね、具体的には、タービンですね、タービンが HKS の、GT3 というそのボールベアリングターボではないタイプのタービンでなんですが、ボールベアリングに近い、レスポンスだから、レスポンスの速さとその高回転の伸びと、両立をしたような、すごい、いいタービンがついてましてですね、でそのタービンが効く領域までのね、ブーストが上がるまでの領域は低排圧の給排気で、トルクを出すと、低排圧のねマフラーっていうのは例えば STI の限定車とかあるいは STI の、単品で売ってるねマフラーなんかでもやってる、技術的な、理論は同じなんですが、さらにその、排圧を徹底的に減らしたということで、もう下のトルクがね、名前がねTC380 という通り、状況がね、良ければ380馬力出るというような、ピークパワーも結構ね、高いエンジンなんですが、でも結局追求したのはね、ピークパワーというよりは、その、下のトルクがね、もう EJ20 というのはこう、歴代、年々改良してですね、低速トルクをなんとか上げてきたんですが、やっぱり高回転型エンジンの宿命で、やっぱり現代のエンジンの中ではですね、低速トルクがやっぱり比較的こう薄い弱いというところがあったんですが、それをね大幅にその弱点をネガを EJ20 のネガをですね大幅に補う低速トルクと、ピークパワーとあとレスポンスですよね。そのやっぱりそのこのね HKS の GT3 というタービンは本当にいいタービンで、もうとにかくそのラグが少ないで上の伸びがいいで、タービンがねタービンが高回転に行くと、回ると EJ20 の場合はオイルのねその攪拌の抵抗が出てきてそのタービンの回転を邪魔したりするわけですが、その辺の問題なんかも、かなり解消してですね、ひたすらその EJ20 本来の気持ちよさを、上のね炸裂するパワーと下の芳醇なトルクと合わせてですね、もう本当に STI のね限定車のバランス取りエンジンもですね非常に EJ20 としてもう究極のエンジンだったりしますが、それとはまた違うその方法で EJ20 の気持ちよさをひたすら上げてると、すごくね最大のトピックの車でございます、このね GT3 で、外観の方はですね、フロントのこのカーボンねリップスポイラー、これがちょっとね象徴的で、割とこう一目で分かるようになってますが、外観の変更はこれくらいで、あと注目は、レカロシートも、サスペンションとかね、ブレーキはノーマルで、これホイールはね、このデモカー用のね、ホイールがついてるんですよ。だこれは、純正ではね、ないです。TC380 はホイールはノーマルです。これ、ね、デモカーがちょっと変わってますけど。で、やっぱり次のポイントはね、このレカロシートですよね。これもですね、レカロシートはですね、荒井選手がですね、イスズの車で走ってた時代からですね、レカロを愛用してまして、荒井選手がレカロを愛用しているがゆえにですね、WRC の時代に、ペター・ソルベルクとか、あの辺のドライバーがですね、スパルコから荒井さんに勧められて、一斉にこのね、レカロに変えたというほどね、世界中のね、ラリードライバーに、荒井選手の方からこう影響を、与えた、その専用の
レカルシート。これにですね、荒井選手のですね、プレート。はい、では運転席の方ね、ちょっと座らせていただきますが、はすみません、よいしょ。はい、でこのね、シリアルナンバー、まあ、SCR の限定車のようにですね、まあ、この数字が刻まれると。で、まあ、その他はね、ほぼノーマルのままで、まあ、荒井選手としては、まあ、エンジンはスペシャルなものを提供すると。で、サスペンションとかに関しては、皆さんのね、つけないように、このカスタマイズしていくと。で、エンジンの方もですね、まあ、380馬力ということでなってますが、まだまだその上のね、ポテンシャルも、余裕があるということなので、まあ、富士スバルさんとかですね、あるいは荒井モータースポーツに相談すると、もっとこうね、先の、まあ、パワーなりトルクなりね、出せる余地もまだあるということなので、まあ、カスタマイズの、ベース車としてやっぱりまあ提供されていると、まあ、そういうふうにそういう車でね、あるということでございます。後日またですね、試乗のレポートをお届けできる予定ではありますので、また乗った印象なんかはその時にご報告できればと思います。ありがとうございました。はい、はい、ではイベント会場にお越しの荒井俊弘選手にちょっとお話を伺いたいと思います。荒井、はい、さん、すいません、はい、TC380 ですが、はい、まあ、あれは荒井、まあ、さんがもう長年世界と日本のラリーでこう参戦して続けて、はい、まあ、そのこう、まあ、ノウハウを、まあ、フィードバックした、まあ、車というふうに聞いたんですが、はいはい、荒井さん、どのあたりをポイントでこう監修されたんでしょう。あのですね、はい、まあ、ノウハウというか、はい、結構エンジンパワーだといつもランサーに負けるとか、うんうん、そういう話ってよく聞いてると思うんですけど、実際その飛び巻きのレーシングだったりプロドライブだったりトップランだったり、そのヨーロッパでラリーをやってたチームはエンジン本体は絶対46歳の EJ21 の方が強いって言うんですよ、うんうん、でなんでかっていうと、そのある程度そのターボだったりとかそういうところをチューンしてあげるともっとエンジンのポジションが出るよっていう話は昔からあったんで、その辺をうまくチューニングしてあげてお客さんにそのまま渡せれば、その買ってからあるようになるって結構難しいんですよね。でやっぱりちゃんとしたショップもあればできないところもあるし、でね、お客さんが損しちゃったり壊しちゃったりするのもすごくかわいそうなので、だったら、まあ、ある程度ちゃんとうちの方でセッティングをして、でまあ早いですよ。だからもうあれ以上のパワーはほとんど一般道ではいらないと思いますので、それであとはその合法的にチューンをしてもらって、サスペンションとかその外装とかはお客さん好みにしてもらって、その心臓部分だけ先にうちの方でやっといて、ある程度満足がもうこれ多分大丈夫だと思うんで、私が乗っても早いなと感じるぐらい早いので、だからそれで渡せれば、まあ、値段も安くできてますし、その安心感もあると思うので、そういうのがデリバリーできればなというのがあったんです。なるほど、はい、EJ20 の本来の本当の、はい、まあ、力というかパワーがよくこう、ね、46さんにパワーで負けるとか言われた時代もありましたけど、で今だとそういうことがないし、ただやっぱりそのノーマルとちょっと違うので、結構やっぱりエンジン その、ね、限界に近くまで行ってるので、そのエアクリーナーだったりオイルだったりそういうのはまめにしてもらわなきゃいけないですよ。普通の車みたいにこのほほんと乗っててもいいって感じではないので、それは注意してもらいたいんですけど、そこだけ注意してもらえれば本当に EJ20 の本来のポテンシャルを味わってもらえると思います。なるほど、それまだ現状変えるらしいので、ね、まだそうです、はい、まだ11月18日現在でまだ変えますので、はい、ご興味ある方は富士スバルの方へお問い合わせいただければと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。